はい、どうも、こんばんは。2017年12月20日、22時49分でございます。よろしくお願いします。楽しんでいってください。よろしくです。ですね、シルバーアクセサリーブランド、和銅を、今日、立ち上げたわけなんですけど、1号機、今、現在こんな感じです。ワックス削り出して。これをね、かっこいいペンダントトップにしようと思ってるんで、一緒に作っていきましょう、雑談しながら。はい、世のラッキーワード2。いらっしゃい。さっき楽しかった？俺も楽しかったよ。矢野ラッキーが楽しいときは俺も楽しいときだよ。リスナーさんが楽しいときは俺も楽しいとき。一緒だよ。バカありがとう。ブリーいらっしゃい。ブリーンでも俺、顔見たことあるけど、綺麗なババアだと思うけどな。いくつなのか知らないけど、綺麗な人だと思うけどね。昔ね、顔見たことあるけど。だからね、ババアイコールディスではないから。あーとか言って。いや、綺麗だと思うよ。年を取ってんでもいい年の取り方してる人いるよ。まあ、いくつなのか知んないけど。ね、のんちゃんも可愛いし。でもね、鮫島さんに言うんだけど、のんちゃんの顔整形って言わないであげてほしいのよ。のんちゃん皮膚病でストレス溜まると、その、顔、その、うんじゃうの。その精神性のやつで。だから本人すごい気にしてるのよ。整形整形言われんの。だから、なんか結構その、いじりが結構、その、配信者だったらいいのかもしんないけどさ、本人気にしてるからかわいそうなんだよね。あ、30代か。まあ、ババアだろ。30代、ババア。そう、皮膚病なの。だから、精神が病んじゃうと、肌が荒れてって、ケロイド状になってくのよ、この辺が。だから、すごいかわいそうでさ、本人気にしてるのにさ、それを言わないであげてほしいんだよね。で、最近、すごい良くなってきた。減らんなくなってきた。肌綺麗になってきたのよ。やめてあげてほしいんだよね。水がボツボツ出てくんの。ああ、嫌でしょ？身体的なコンプレックス言われんの。まあ俺はさ、寄り目とかさ、ハゲだの言われても全然傷つかないけど、さすがにね、のんちゃんのこと言うのはね、ちょっとひどいよな。そう。自分の彼女を配信者じゃなくてさ、言われたら嫌でしょ、みんな。特に別にのんちゃんが何かしたわけじゃないからさ、ちょっとかわいそうなんだよね。肌良くなるようにさ、毎日考えてるから。まあね、鮫島さんが言うのは、のんちゃん何回も会ってるから、のんちゃんもね、あれだけど、やっぱ女の人で整形整形って言われたら嫌じゃん。そう。整形してようがしてなかろうがさ。で、本人がさ、してないよって言ってるんだからさ。で、それで傷ついて肌ボロボロになったらかわいそうだよ。別に彼女だから言ってるわけじゃなくてさ、他の人でも言っちゃいけないと思うよ、そういうの。別に俺は身体的なコンプレックスがそれね、医学で乗り越えられるなら全然いいと思うもん。女の人はね、いくつになっても綺麗でいたいと思うのがね、女心でしょ。
ねデリカシーってやつだ。デリカシー。リューターだけ吸った方がいいのかな。なんかこれ綺麗だよね。おもろワックス。色がね、ちょっと伝わりづらいんだけど、すごい綺麗な色の透明感があるんだよね。石みたいな。ちょっとね、画質の関係で伝わりづらいんだけど、生で見るとね、なんだろう、少し透明なね、ブルーなんだよね。綺麗なんだよね。
銀になると透明感ないからもっさりするよ。そこだよね。これのイメージじゃダメなんだよね。完成図のさ、その銀のイメージで作らないダメなんだよね。あと重量も全然違うだろうし。それが難しい。この素材で完璧な状態じゃダメだもんね。あくまで銀をイメージしながら作んないといけないわけだもんな。銀ってどれくらいの歴史があるんだろう。でも日本って世界で一番銀が取れる、銀の銀山の国なんでしょ。江戸時代はだから銀がね、世界中に売れたわけだもんね。資源大国だったんだよね。インスピレーションか。要は、そういうことか。言葉じゃねえんだよな。そうだ、インスピレーション。直感。ジェダイの騎士が言ってたよ。フォースを信じろって。そういうことなんだろうな。ライトセーバーってあれ、ジェダイの騎士一人一人が作るんでしょ、あれ。世界に1本なんだよね、だから。銀の生成って面白いよ。へえ。どうやってやんの？銀の生成。でもさ、なんかさっきも話したんだけど、こいつに愛着湧いてさ、こいつってさ、途中でいなくなるんだよね、銀になる瞬間にね。こんなにさ、頑張って、こいつを掘ってるのに、こいつはさ、製品になるまでの通過点でしかないんでしょ？超新星爆発しないと元素ができない。ほうほうほう。ちょっと、中卒の俺には難易度が高いような。超新星爆発はしないと元素はできない。なんとかついていける。いける気がする。で？こいつってすごい儚い運命だよな。完成イルカじゃない。まあ楽しみにしてたよ。完成は。俺もわからない。正直。おお、野立てる、ワダツー。いや、わかんないよ。わからんもんわかるっつったら嘘つきでしょ。遠いどっかの星が爆発し、え？銀って地球上で生まれたものじゃないってこと？地球上で生まれた物質ではなくて、どっかの星から銀がやってきたってこと？え？ああ、そうそう、ジェダイの騎士は時代から来てるんだよね。あとなんだっけ、ジェダイの騎士の中の、なんだっけ、名前が日本語なんだよね。時代劇の時代、ジェダイなんだよね。地球は鉄の星らしいからそうかも。へえ、じゃあ、別の遠いところから来た鉱石の可能性があるんだ、銀って。面白いね。へえ、面白い面白い。
それが日本に埋まってるってことは、日本の国の成り立ちがもしかしたらね、他の惑星が激突してできた国かもしれないからね。月刊誌、月刊銀細工。黒き月も埋まってることですし、そうだよ。黒き月はジオフロント、箱根に埋まってるんだよ。愛着湧いて、いや、それもありだと思うよ。愛着湧いて売らねえわっていう、こういうことやってて、直すってかっこいいなとか、いろんなものを学べるんだよ。アートって何なんだろうとかさ、で、物を売るって何なんだろうとか、俺は価値の交換ができるのが一番かっこいいと思ってて。価値の交換になってないものが多すぎるっていうか、だから本当に俺ハマグリいっぱい取れんだよね、俺の国。俺イノシシの肉持ってるわが本当の価値と価値の交換だと思うんだよね。俺でもハマグリアレルギーなんだよねみたいな、マジかよみたいな、じゃあごめんねって、もしハマグリ好きな人いたら紹介してよっつった、隣の村のねなんかねっつって、木の実、クレソンがいっぱい取れる山に住んでるやつ、そういえばハマグリ食いてえって言ってたなみたいな。そういうのがいいわ。例えが合ってるのかどうかよくわかんないけど。ハマグリ、千葉県民だからね、やっぱハマグリでね、ハマグリいっぱい取れるからね。そういう世界観っていうか、本来お金ってそういうものの便利なもので、便利すぎておかしくなったっていうかさ、なんつうんだろう、お金だけの交換は嫌なんだよね。お金と物の交換にしたくなくて。だから、売る人も選びたいぐらいだもん。俺ね、正直言う、これすごい大事なことなんだけど、お前は200円。お前は2万円。全く同じもの売るのに、お前嫌いだから、俺の商品買いたい200万だわ。お前友達200円。これが俺正しいと思ってんの。これが本当だと思ってるんだよ。本来そうあるべきなの。そう。店側がそうやるべきなんだよ。お前嫌いだもんって。そう。だけど、行き過ぎた、過剰なサービス精神とかで、金持ってたら子供にでも神様だっていう教育をしてきたわけじゃん。それは子供も金掴んだら正解なんだと思っちゃうよね、そういう価値観で生きてきたら。ね、コンビニとかで無意識におっさんが子供に向かってありがとうございますって言うのも。俺はそうじゃなくて、もっと、いや、お前には売らないよって、お前には必要ねえよっていうか、必要のある人にはもうタダであげるぐらいがかっこいいと思う。あかりさんいらっしゃい。
お前嫌いだから占いっていう、それが普通でしょ。人間関係なんだから。お前嫌いだからお前つけてもらいたくねえわって。で、お前大好きだからただでいいわが普通だと思うんだよね。なんか普通じゃなくなってる気がする。ねえ、横のつながり大事だね、本当にね。なんか何でもかんでもやりたくねえよな。だからまあ自分の手の届く範囲しか売らないもう。ネット販売とかいいや、しばらくは。もう和道から買いてえわっていう人にしか売らねえ。いや、ゴローズの話よく出てくるんだよね、さっきから。何にもないっすよ。ああ、裏切りだよね。裏切りだよね。うわ、ネットショップで売ってる。メルカリ。プライドねえな、こいつっていう。もうそこまでいったらかっこいいね。振り切ってるよね。そういう男になりたいね。プライドなし。私は病んでいるんですが、声に癒されます。あ、本当に？好きなだけいて。今こんな感じかな。今こんな感じ。まあ、何だか分かんないでしょ、まだ。今こんな感じ。画家には画商さんが値段をつけてるんだよね。ああ、いや、俺はそうだと思う。宮崎駿は、やっぱり、鈴木敏夫が値段つけるべきなんだよ。宮崎駿は作品だけ作ってりゃいいんだよね。本来そうなんだよ。本来。1円スタートとかじゃないんだよね。気に入らないやつになんで俺のが作ったもん身につけさせるんだっていう。好きなやつにつけてもらいたいっていうか、幸せになってほしいからつけてもらいたいわけだから。お前のやってることを応援するわっていうお守りだから。彼女いらっしゃい。こんばんは。和道様、俺のことは和道って呼んで。そう、様もいらない、君もいらない、和道だよ俺は。ただの記号だから。いや、平面感なくすよ。平面感なくす。今工程削ってる工程だね。漢字のこと、ああ、漢字は我の道で和道だよ、俺。バカありがとね。初期のコンセプトに戻したんだよね。マイウェイ、和道。シルバーアクセサリー作ってます。シルバーですね。おい、ルサルク兄さん、ありがとう。
それあれだろ、ルサルクさん。それ、今朝さ、今朝トナカイドレさんにあげたやつの余りじゃないの？ ルサルクさん。それさ、ドレさんにトナカイあげてさ、それの余ってるやつでしょ、それ。チュッチュ。ルサルクさん、チュッチュ。絶対そうだよね、これね。これドレさんにあげた余りでしょ、それ。まあ嬉しいわ。どれどれにいいやんのお下がり。でも分かんないよ、これが10万円に化けるかもしんないからね。ルサルクさん、この前ドルさんに詰められてたから、てめえルサルクこの野郎花火投げろとか言って、カードで入手したん？あ、そうなんだ。ごめんごめん、ちょっとしたギャグだからあんま気にしないでよ。ノルさんっていうのはね、仲のいい配信者。友達。友達って言っても54歳だから。筋肉おじさん、そう。54歳だけど、その、めちゃめちゃ格闘技30年やってるみたいな。そう、長嶋一茂みたいな。おじさん。ていうか、のんちゃん来ねえな。のんちゃん今日来ねえのかな。ありがとう、モチー、トナカイありがとう。サンキュー。言いそうだね。シルバーもくじありがとう。すごいよ、シルバーのくじ10万円当たるからね。1くじ当たったら。そうそう、のんちゃん俺の彼女、俺のパートナーだよ。いいね、幸せな時間だよね。大人の工作。幸せ分けて。幸せは自分で掴むもんだよ。勝手に俺から盗んでいっていいよ。サブってなんだよ。トナカイありがとう。めっちゃいいこと言ったでしょ。めっちゃかっこよかったでしょ、今。あなたの心ですって。銭形警部来た。いや、結構ツッコミきついんだよな、この人たち。ありがとう。トナカイありがとう。
いいよ、ゆっくりしてきなよ、自由に。ありがとう、ビリー。ありがとあ、いや、普通に話してるよ、さっき。全然。むしろ作業枠の方がね、話しやすかったりするんだよね。肩張らないで、なんか喋れるから。全然気にしないで、普通にコメント打ってくれたら普通通り雑談できるよ。なんか、あんまり気にしなくていいよ。ねえ、ワド、初恋の話して。そういうノリで。
完成形を脳裏に描いて、ゴールをイメージしながら。なるほど。了解で。ゴール全く見えねえな。まだまだ遠いのや。なんかフィーリングでこの形がバッてできた時にダメだと思ったらっていう感じかな。ダメだって思ったら捨てるっつうか、いつからっていう。とりあえず初めての経験だからとことんやってみようと思って、とりあえずもう完全にこれは死んだと思うまでやってみようと。もう完全にそのできるイメージでね、初めての経験だから納得するまでっつうか、自分が思い描いてるところまで行きたいかな、これだっていうところまで。
敗は怖くないから。トライするっていうか。感覚信じるわ。自分のこと信じる。感覚っつうか、もう自分信じるわ。いやもう本当に今その状態だね。捨てるっていう言い方、俺もあれだなと思ったんだけどさ、ボツにするってことね。捨てらんない、もうここまで。だってもう俺こいつと4時間、何時間今話してんの？こいつと5時間話してんだよ。こいつと5時間話してんだぜ。捨てらんないよね。可愛いよね。ブサイクでも。大丈夫。こいつはうまくいく。その子がワード、けどナイフにもあれだな、ナイフが切れなくなってくる。そっちの方がちょっと困るな。おお、全然全然、いつ好きにしていいよ。長い戦いだよ本当に。た完成した時の感動は半端じゃないと思う。道具大事だね。要はね、ナイフのね、その粗さがもう分かるの。その刃がダメになってるのが。いや、ポキッて折れた時指切れるね。あと力加減とかいろいろ難しいね。力ガーって入れると刃がね、ローが抵抗するんだよね。スーって素直にいくとスーって綺麗な断面になる。それが面白い。焦ると粗い目になるんだよね。
優しく優しくやると綺麗な表情になる。だからシルバーアクセでこのギザギザ何だろうっていうのあったんだよ。これナイフの跡なんだっていうのがよくわかる。だから多分その1個のシルバー見ても多分職人さんは、ああこれ、ああこいつこういう性格だなとかわかるようなのが分かってきた。ああこれすげえわみたいな。ああ、研ぐところから。わざとその粗く作るとかもあるんだろうな、技法で。それがかっこいいみたいな。もう答えねえよな、迷宮入りだよね、ほんと。道具はあればあればいいなぁとは思うけどね。今夜中だからルーター使えないから、音がうるせえから。ナイフでできるところまでやってみるよ。いやー、木彫りの熊とかすごいよね。今はね、3D プリンターとかで簡単にできちゃうもんね。3D プリンターも今度 3D 作る人がすごいかんな。でも今、そのシルバーとかも多分あれだろうね、3D プリンターで作ってるんだろうね、多分。わかんないけど、勝手に憶測で話してるけど なんかそんな気がするな。工場とかがどうなんだろうね。手作りでやってんのかな今でも。いいね。
米に絵を描きそう。3D CAD で図面立て製造機で作ってる。はあ。でもなんか、なんだろうな。物って何なのかっていうのを。でもだからこそハンドメイドが価値が出てくる時代が来るような気がするな。改めて。なんか大量生産でしょ、それみたいな。綺麗なものでしょって。ファーストフードでしょっていう。魂込めてんのっていう時代が来そうな気がするな。どうなんだろう。汚いものとか粗いものとか歪んでるものが美しいっていう。何系のデザイン？何が？何系のデザインって何？あ、何？その、デザイン？デザインなんかない。俺。俺そのもの。ミニワード。デッサンとかデザインとかやってないっす。俺があと2歳若かったらもうガッシャンガッシャン。
さっき150人見てたよ。文鳥？文鳥。うん。おいおい。マウイさんいらっしゃい。2年前の俺は本当にやんちゃだった、本当。ミスはない。ミスはない。まずね、ミスな、今やってることがミスなのか正解なのかっていうのが俺にはわからない今何が正しくて何が不正解か答えを持ってないから その俺がやってることがミスなのかどうなのかっていう 採点する基準すらわからない すっごい時間かかりますね。もう今現時点で何時間かかってる？すごい時間かかってるよね。あ、いや、そうでも工程に関してはすごい楽しんでやってるから、なんか時間効率は別にあんま気にしてないの。楽しいよ。俺の予想聞いてみる。ちょっと待ってね。ルサルクさん、ちょっと待ってね。2%だって言ってるね。2%だよって言ってる あ、ありがとう。風船100個ありがとう。いやいや、いいのいいのいいの。なんか全部、俺が楽しかったら全部勝ちだと思ってるから。アイテム飛ばないとか閲覧がどうとかもういいやめよう。俺が楽しかったらリスナー楽しい。わかるから、いつか。本質的に楽しいことやってたやつは勝ち。愛込めてる。2%だっつってる。そうだね。でもね、俺は多分ね、こいついきなり吹くと思うよ。こいつでいきなり来ると思う。言ってる。待ってろって。待ってろって言ってる。こいつは来ると思う。みんなが、え、嘘だろっていう。え？みたいな。ってなる気がする、こいつは。なんか、今までのシルバー業界、もう一回見てほしい。もう一回見てほしい。なんかね、そんな予感がする。もう今まで見たことないものができる。なんだいそれは。俺もわからない。どういうこと？みたいな。何それ、わかんない 誰がわかるのって言ったら、わかんないって。おーんって。今の段階がこの状態。作業5時間目。なんかエロいな、なんかエロいな。なんかエロが入ってきたね 福神漬けにね でもなんかそんな気はする。なんか全く見たこともない悪いものができそうな気がする 全く見たことないかっこいいものができるとは言ってないからね どうなるんだろう。ありがとう、ルサルクさん、ありがとう。予約はダメ。まだ。なんでかっていうと、なんだろう。俺がかっこいいとかなってないのに、人に売るべきじゃないと思ってて、とにかく作るから、ルサルクさん。俺が最高にかっこいいと思うもの。
で、形になって俺がここに下げた時販売開始。ワド、それは欲しいわって。ノットワドなのか、グッドワドなのか、ノットワドなのか。ここに下げてからなんだ、銀が。で、やばいってなったら買ってほしい。予約とかない。ふわふわの銀細工 ふわふわのね。予約はないですね。それだとほら、なんつうんだろう。なんだろう。情けになっちゃうから。なんかかっこよかったら買ってほしい。かっけーっていう、その、心を。かっこいいと思って共感したら買って。かっこ悪かったら買わなくていいの。それでもう、捨てられちゃうっつうか、棚に置かれちゃったら嫌だから。ルサルクさんが毎日こうやって、なんか、その、お腹痛くなった時に、こうやってやりたくなるネックレス。なんかこう、受験勉強の時とかこうやってやるとか、大事な取引とかの前にこうやってやるネックレス作りたいから。ワドって ワド、俺すごい大事な会議だよって聞いてる、ワドって ワド、今から結婚するよ。バタフライ今日は今までの的なね、ロザリオというかね、もうほんと。だから、ミニ和道だから、やっぱり。いつも和道と共に、だから。そう、やっぱイエス・キリストでしょ？ここに、ロザリオは。あれさ、思うんだけどさ、でもさ、十字架にさ、貼り付けられてるやつはダメだよね。思わない？俺、クリスチャン、一番謎なのは、一番悲しい時じゃん、これって。その原罪を払うってわかるけど、キリストが殺された時の象徴じゃん。なんでその時なんだろうって。もっとなんか、ブドウ酒を分け与えてる時とかあったじゃん、もっとハイライト。なんか、水をワインに変えてるシーンとかさ、こう、病気を治してるシーンとか、その泉を、湖の上を歩いてる時とか、いろいろあったじゃん。なんでこれを選んだのかっていう。思うよね。なんでここなのっていう。それ、一番、まあ、一番ピークのところだからな。ああ、カトリックなんだ。なんでなの？なんでこれなの？なんでこの時なの？聞きにくい。なんでなの？逆に聞きたいわ。だから、クリスチャンが言うには、原罪を払ったところだから、逆に言うと、キリストが罪を償ってくれたシーンだから、なんて言うんだろう。人類の汚れが、罪を背負う、そう。だけど、もっといいシーンや。だから日本人的な感覚じゃないか、わかんないのかな。なんだろう。だから悲しみを忘れないとかいろいろあるんだろうな。俺のシーンこれなんだけど。これどのシーン、窓。窓、これどのシーン？わかんないわ。これどのシーンだろう。どのカットだろうね、これは。伝わってこない、まだ。まだ見えてない。これから見えてくる。あれか！復活、そう、復活とかあるじゃんね。原罪は生まれてすいませんじゃなくて、アダムとイブが禁断の実を食べたのが原罪。要は神様との約束破ったやつ。が、合ってるよね。それが原罪だよね。合ってる？俺のにわか知識でごめんね。多分なんだけど、知恵の実を食べたところだと思う。要は神様があれだけは食べちゃダメだよって言ってたものを食べちゃう。神様との約束破ったってことね。一番最初の罪。で、
エデン、もう永遠の命を与えられて幸せだった国を追い払われて、で、そこで追い払われたから仕事っていうのを与えられた。プロテスタントはキリスト貼り付けられてない十字架なんだ。へえ。なんだろう、もっといろいろあるような気がすんだよな。イエスが貼り付けられてるのがカトリックなんだ。じゃあプロテスタントの時にやっぱ改変はされてるんだね。じゃあ俺が言ってるのはカトリックに対する疑問なんだ。じゃあ、キューちゃん牧師大嫌いでしょ。キューちゃん牧師の思想大嫌いでしょ、多分。もうちょっと。アーメーンって。カリスマ派だからね。超過激だからね。あれ、許せないでしょ、多分。イエス様は、いや、もうすごいよ。俺、キューちゃんと何回か対談したけど、でも、結構神回だったよ。デビューしたてのワドはキューちゃん牧師に凸して、キューちゃんにクリスチャンの質問で「わからない」って言わせてたからね。それはわかりませんってキューちゃん開き直ったからね、途中で。あ、禅僧が好きなんだ。禅ってさ、あれなんだよね、カトリックからローマからカルト指定されてんだよね、実は。すげえって、ツーなキューちゃん牧師を張ってたリスナーから、ワドをすげえって言われたよ。どんなことにも聖書を引用して答えてたキューちゃんが苦笑いで、それはわかりませんって。禅が好きなんだ。バチカンのサンピエトロ大聖堂を見たけどよかった。いや、だって西洋哲学って、西洋美術ってすごいよね。だってさ、教会とかのステンドグラス1個のもさ、とんでもない命がけで作ってるじゃん。なんかその音楽にしろ何にしろさ、でも神の世界観を表すわけでしょ。で、皮肉だよな、その、なんつうの、もともとさ、科学っていうのはさ、キリスト教から生まれたと言っても過言ではないわけじゃん。で、神様を証明しようとする科学者たちが、神はいないんじゃないかっていう結論にたどり着いていく、この摩訶不思議さって面白いと思うの。俺はね、神はやっぱ人じゃないと思ってんの。ヤハウェイは、俺はね、多分ね、もっとでっかい何かだと思う。擬人化ダメ。だから、その三位一体あたりからおかしくなってると思ってんの、俺。ああ、いや、感動するでしょ。なんだっけ、ダージマハルだっけ、インドの。ああいうの見てみたいもんね。だから日本もお寺じゃん、やっぱ。宗教なんだよね、文化は。あ、だから、寺とかすごいらしいよ。本当の歴史残ってるらしいよ。寺の古文書とかに全部残ってんだって。ユダヤ教からの派生やからね、最初は全てユダヤ教。だってイエス・キリストはユダヤ教を広めてた人だもんね。だけど、広めちゃいけない人とか、勝手にアレンジ聞かせまくっちゃって殺されたんでしょ？キリストは。だから、貧しい人たちとか、ユダヤ教じゃない人に教えとかバンバンやったりとかでしょ、確か。で、ユダヤ教に殺されるっていう、すごいよな。いや、俺ね、神様って、いや、要はね、イエス・キリストって狂ってたんだと思うの。狂ってるぐらいいいやつだったんだと思うの。
2ちゃんのネタで宣教師が百姓に突っ込まれて黙らされる。ああ、それはね、いや、それね、実際にあったの、江戸時代。宣教師が苦戦したの。そもそも、ザビエルが有名だけど、ザビエルってもともとインドの布教で失敗してるのよ。で、日本に来てんの。で、日本に来た時にびっくりしたのが、ザビエルが苦戦したのが、神様信じたら天国行きますよって言ったら、日本人なんて答えたかっていうと、夫とお母地獄にいるんだよっつって、多分イエス様知らねえだっつって、俺天国行きてえけどよって、夫とお母悲しむから地獄行くって。 わおわおすっげえ苦戦した。要はなんつうんだろう、 なんつうんだ、日本独特のね、そういいやつ。 そう、これが一番個人救済が効かなかったのね。で、ザビエル何言ったかっつって、すっげえ苦戦して、何言ったかっつったら、私たちはインドからやってきたっつったんだよ、最初。もう、なんつうの、ヨーロッパがアメリカだって言わないで、仏教がインドだっていうのは日本人知ってたから、仏教から来ま、あの、インドから来ましたって言って布教したの。インドから尊い教え持ってきましたっつって、半分嘘ついてたの。いや、電波だと思うよ。俺だから浅井さんみたいな人だと思うよ、本当に。だって、新宿の駅前とかで布団担いで、ブワー走ってて、浅井さんって言うと、何やってんのっつったら、ホームレス発見しました。寒そうなので、布団配りに行くんですって言って、自腹で布団購入して、ホームレスに布団与える人だよ。えぐくない？で、光が見えるとかさ、なんで肉食わないの？逃げるものは食べませんよ。神でしょ、この人。だからあれでしょ？預言者争いでしょ？解釈争いでしょ？要は。だから、ね、明らかに同じ神様だもんね。ヤハウェイだもんね。仏教は生きてることが業だから。沈黙をマーティン・スコセッシが映画化して話題になった。ああ、あれ見てない。窪塚のやつだ。窪塚復帰は何より嬉しいよね。俺はキリスト教最大の功績は引き寄せの法則の発見。もう西洋人が強いっていうのは俺そこなの。もう勝てない。そう、要は見えないものが見えるようになるっていう。夢叶う、成功する、これは完全にイエスが発見した。だからあれなんだよね。聖書って自己啓発書の完成形なんだよね。初版にして。だから聖書の引用なんだよ、実は。自己啓発本って。そう。引き寄せの法則を発見したのは、俺はキリストだと思ってる。もう人類最大の発見の一つでしょ。要は想念って教わったんで、日本語では想念って言うんだけど、想像し念じる。そうで、想念まで落とす。念って何かっていうことなんだけど、念まで落とせるかっていうのは、四六時中何やってても無意識でも想像できるかっていう、夢にまで出てくるか、それが日本人の言う念なんだっていう。で、想像し念じるまで落とし込むと夢は確実に叶う。悟りを開くと生まれ変わらなく、だから日本人の生まれ変わり感っていうのはいいこと、グッドだと捉えてんのね。でも、あれだよ、もともとバラモン教って生まれ変わるのが悪いことって教えてるし、生まれ変わりたくないから修行してるんだよ、みんな。
だから簡単に言うと、お前奴隷に生まれたのとかに、貴族に生まれなかったの、前前世悪いことしたからだよって。だから今回頑張んないと次良くならないよって。だから喜んで奴隷やってんだよ。っていうそのサイクルなのよ。まあ日本人には理解しがたいよね。完全に奴隷だからね。で、奴隷に人権があるっていう感覚がよくわかんないんだと思う、多分。そう。奥深い、そう。だから生まれ変わりたくないから頑張ってるの、今。っていう宗教の、基本的には。日本人の価値観じゃ無理よ。ヒンドゥー教を理解すんの。だから仏教も本当は理解できてないんだよね。だから食糧危機とかさ、その水がないとかさ、土地柄が出てるんだよ。生きるのが苦しいのが前提の国なの、インドって。食糧問題、水の問題、気候の問題。日本がいかに豊かな国か。生きてるだけでもうどんぐり拾って幸せなんだもん。どんぐりうまくねっつって、ハマグリうめえなっつって。だから超豊かな国なんだよ、日本に生まれるってだけで。水も豊富。そう、だから日本人っていうのはね、あんまりね、その絶対心が必要ない。哲学もあんまり必要じゃなかった。だからね、文化的に取り入れたの。豊かだから、感性が豊か、面白え面白え、新しいもん考え方すげえっつってガンガン取り入れんの。昔からそうでしょ。だって言葉なんか6世紀ぐらいまで文字持ってなかったとかでしょ。結構遅咲きだからね、日本って。はいはい、いってらっしゃい。昔はっていうか、基本概念がそれだからアミニズムって言うんだけど、要はもう、要はその辺にスイカの種ばらまいたらスイカできるぐらい豊かな国じゃん。だから簡単に言うと神様のこと下に見てんの。なんでかっていうと、自然に祈ってた方が効率がいいから。でも絶対神が国を作ったっていう価値観。だからね、俺はね、日本人が考えてる神様の神っていう字とヤーウェイは別の漢字を当てるべきだったと思ってる。要は、日本人が思ってる八百万の神、すべてに神様が宿るって考え方の中にヤーウェイ入れちゃったのよ。これが根本的な間違いの。神とはまた別の漢字とか別の概念、言葉を与えるべきだったと思う。おいー、マイカちゃん、メリークリー、ありがとう。リスナーはサンタクロース。そう。もうそう、水と安全がただっていうのが異常なのよ。そう。だからね、簡単に言うと超幸せな国な。侵略される確率も超低い。だからね、独特なんだよ、世界からすると。世界の常識は通用しない。世界の神は救い、日本の神様は感謝かもしれません。そうそうそう、要はね、あとね、日本人は、例えば、もちろんカトリックだったらわかると思うんだけど、びっくりすることやんの。西洋の映画とか見てるとわかるんだけど、送り坊お疲れ。報告をしてるのかな、懺悔って言って。神様の前で私はこんな罪深いことをしますって報告しかしてないのよ。でも日本人ってパンパンって柏で打って何やるかっつったらさ、彼女が欲しいですっていうの。さ、もう外人の牧師さんとかびっくりするんだよ。パンパン、彼女が欲しいです、彼女できたとするじゃん。神様命令聞いたってことだよ、これ。ありえないから。
つまり神様にごめんなさいとか、ありがとうとか、メッセージを送ることは、報告をする。ありがとうございますっていうのはやるの。西洋の人。なんでかって言ったら神様が世界を作ったから。自分を見守ってるから。上だから。わかるでしょ？日本人は神様のこと潜在的に下だから、神様は受験勉強お願いしますって言えんの。わかる？神を下に見てんの。宗教学ちゃんと勉強したらわかるよ。神を下に見てるの、日本人って。そう。うん。そう。言われてみればでしょ。だからいろんな神様取り入れられんの。でもその概念で言う神とヤハウェイは違うよっていう。ふざけてっていうか独特なんだよ、日本が。独特なの。日本のルールはだから世界で通用しないっていうか。でもね、これはすごい深い話なんだけど、宗教って実は戦争の時にリンクするんだよ。IS とかがさ、ジハードだって持ち出したり、日本がさ、第二次世界大戦の時はさ、国家神道って言って靖国で会おうって言って宗教が盛んになるでしょ。実はね、宗教って非常時にすごく強くなるの。で、靖国で会おうってことは輪廻転生の概念を持ち出したわけじゃん、国家が。だからね、戦争とかそういう、自分が死にたくないんだよ、みんな、人間は。そういう時に宗教が強くなるっていう。だからユダヤ、イスラエル、キリスト教、あそこってもう激戦区だから、ずーっと人類史で戦争起こってるところでしょ。だからあそこが一番宗教が発達するんだよ、簡単に言ったら。そう、アルマゲドンとかジハードとかいろいろ概念があるんだけど。そう。日本人はね、もっと宗教を勉強した方がいいと思う。本当にやばいと思う。無宗教の危うさって怖さって本当にあると思うよ。結構危ないと思う。無宗教イコールかっこいいとか思ってるのがやばいと思ってる。なんか宗教イコールダメっていうか、カルトのイメージがついちゃってて、それが逆に危ない。ほとんど宗教のパワーで回ってるからね、世界は。世界的には恥ずかしいというか、びっくりされたよ、俺実際。無宗教だって言ったけど、外人からするとびっくりするのが、まず「おヘイタカー」っつって、スティーブンが「ヘイタカー」っつって、ちょっと聞きたいことがあるんだよって言って、「何？」って言ったら、なんで食べる前に呪文唱えんの？って言われた。日本人って食べる前に呪文唱えるけど、あれどういう意味だい？って言われるから、いや、いただきますって。いただきますって英語で何て言うんだってなって。I'm eating？ ん？違うな、みたいな。それが中学生の時、俺が一番困って、家帰って相当勉強した。で、日本に来た時に、スティーブンが、あ、ごめんって、あの件だけど、つって、こういう意味だわ、つったら、宗教じゃんって言われたよ。っていうかね、イスラム教が結構現代では完成された宗教っていう見方が多いね。政治哲学、人間の倫理観、あとなんだっけな、政治、倫理観、法律か。この三つが矛盾しないのがイスラム教って言われてんの。一切矛盾しないの。だから国家の考え方、個人の道徳観、宗教の法律が矛盾しないから、すごいって言われた。その代わり厳格。
宗教によってどんな考えがあるか知っておいた方がいいな。アッラ、クルアン。例えばさ、みんな日本人がお辞儀するのってなんでか知ってる？あれも宗教儀式の一つなんだよ。あのね、日本はね、完成してるっていうよりも、俺は国土が恵まれてるっていうか、ラッキーだっていうのが正しいと思う。日本人が手つは自覚してるかもしれないけど、今の若い子とか、多くの日本人が自覚がないからやばいと思ってる。あのね、日本は完結してるっつうか、完成度高いんだよ。ただ日本の中でなんだよね、それ。頭を、実は宗教的行為を日常しておきながら無宗教という日本人が、矛盾がおかしいわけですかね。俺が言ってんのはそういうことね。でも、それは別に幸せなことでもあるから、どうなんだろうとは思ってるけど。俺は、その宗教、僕は無宗教ですって言って、宗教を理解してない人はバカだなって思う。だから、無宗教ですっていう人に聞くの。お墓蹴れるって。刑罰与えないで、お墓を蹴れる、壊せる、うんこなすりつけられるっていうと、できないっていうの。なんで？わかんないっていうの。バカすぎるわ、こいつ。宗教じゃん。霊的なものを信じてるじゃん。そう、できないってことは宗教家なんで 頭をね、刀で切ってもいいですよっていうよりも、無抵抗ですって。侍同士がやる場合は、喧嘩する気ありません、切り合う気ありませんって、首を差し出してるの。こうやって頭かがめてる状態だと、だから殿様は頭下げないでしょ、部下に対して切れる状態で。だから我々は切りに来たわけではありませんよって、首を差し出してんので、表を上げろ、要は話をしよう、お前の行為を分かった。で、今度、農民たちは侍に対して頭下げるけど、侍は下げないでしょ。要は、反抗しませんよっていう。これの名残だね。首切れる状態に、要は、無抵抗ですよっていう。こういう、なんつうの。手上げてる状態で、銃に対して。お墓に水かけまして、お線香をあげていますから、実績では宗教行為してると思います。チケシさんは宗教をやってるでしょ。チケシさんはだから宗教行為をやってると思う、俺も。そう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 、命をいただきます。あ、やってるやってる。そう。だから無意識なのと無自覚なのをごっちゃにしちゃってるぐらい頭が悪くなっちゃってると思ってる。無意識でやってることが無自覚で無宗教になっちゃってる。お辞儀をしてから相手を目をそらすなんてブルース・リーが言ってた。ファイターだからな、ブルース・リーは。ブルース・リーも戦うことしか考えてないからね。いかに早く、いかに強く相手をぶっ倒すかみたいな人だからね。あー、ナイツさん、ありがとう、トナカイ。あざーす。わお、ふわくじ、シルバーもありがとうございます。なんか、恥ずかしがらなくていいのになっていう、
いや、俺仏教徒だよ、俺クリスチャンだよ、俺神道だよって。なんか無宗教っていうのがかっこいいっていう風潮がよくわかんねえわ。神とは、俺にとっての神とはですか？それとも他の宗教にとっての神とはでしょうか？俺にとっての神とは？それとも世間一般で言われてる神を語ればいいのかな？立場による。どっちも。どっちも。例えばキリスト教にとって神とはヤハウェ、イスラム教にとってアッラ、でしょ。まあユダヤ教もヤハウェか。まあ言い方いろいろあるけど、で日本にとっては八百万の神 なんだろうなとか。で OK、 他に補足いる？まずそれが世間一般で言われてる神で、俺にとっては、すべて以上、すべての現象、だから俺らも神。神のすっげえ細かいパーツ。いや、じゃあね、ビリー、面白いこと言っていい？これはおちょくってるわけじゃないよ。祖先だって言うでしょ？ビリー、面白い質問していい？思考実験ね。それは儒教の考え方をね、日本に入ってきてるのは儒教ベースの先祖が正しいとか、長男が偉い、お父さんは偉いっていう、それ儒教の考え方のね。僕は地球という生き物のうちの一細胞でしかないと思ってる。なるほど。近いかもな。俺はそれを宇宙とか、この世、宇宙よりも広いものがあったらそれっていう、あるもの全部含めての現象だと思ってるから、チケシさんにすごい近いと思う。宇宙よりも広いものもあると思ってるから、俺は。あるもの全部の、あるもの全部だし、今なくてもあったものも含めて全部が神。生けとし生きる子は皆神の子だっけ。だから聖書をちゃんと読んだらさ、おそらく俺の解釈とキリストが言ってること矛盾しないんだよね。私は法律のない国では道徳であり、法律のない国では、法律のない国はない。今まで国家と呼ばれてるもので法律がなかった国っていうのは存在しない。法が生まれたイコール国とも言えるから。いや、統治ができてないから。それ猿でしょ。多分その国家の形成に法律は不可欠だと思うよ。はい、こんばんは。
宇宙人がいないと思う方が俺はおかしいと思ってる。宇宙人は絶対いると思ってる。まあね、地球外生命体でしょ、多分モツさんが言いたいのは。そうそうそう、まず人間がいる時点で宇宙人は存在してるからね。地球外生命体のことを言いたいんだと思う。間違いなくいるでしょ。すげえいろんなその価値観を全部取り払って事実を観測するってすごい大事なことで、俺今2つ言い方をするのね。宗教観とか倫理観とか常識とか一回全部取っ払って聞いてみて。全部フラットにして心を静かに、冷静に聞いてほしいんだけど、宇宙が誕生してとんでもない時間が経ちました。宇宙は計り知れないほど広大です。宇宙をイメージしてください。とんでもなくありますと。で、地球上にある砂粒の数ありますよね。それよりも惑星の数って多いんですよ。で、太陽もあれば水もある星もたくさんあるんです。さて、これは事実ね。さて、ここで問題ですと。その広大な莫大な宇宙の中で、今までの歴史の中で初めて生まれたのは地球人であり、今後も地球人というのは誕生、地球外知的生命体は存在することもなく、たった一つしか生まれませんでしたっていうのと、要は宇宙人いませんっていうロジックね。で、今度。すっごく広いです。多分滅んじゃった知的生命体もいっぱいいるし、多分今も現在も知的生命体いっぱいいると思います。どっちが正しいと思う？冷静に聞いた時、こんだけ膨大な時間が流れていて、これからも時間が続いていって、その思考をするとか知能を持ってる生命体は人間だけ、人間が初めてで他は絶対生まれませんっていう考え方は、俺は極論だと思うね、正直。いや、多分いたし、他の星でも。地球にもいたんじゃないかと思ってるぐらいだから、俺は。どう考えても、後者の、いっぱいいるよねっていう方が普通だと思う。いや、とんでもなく小さいでしょ。だから、その常識みたいなものとか疑った方がいいと思ってる。冷静に考えて、普通にいるでしょって いないって考えるのは、どこをどう見てそう考えるのっていう。それが、まだその宇宙っていう概念とかがなかった時代とかだったらわかるの。後者の方が普通、一般的に普通に考えたら普通に確率の問題で、いや、いるよねっていう。で、もう地球のさ、国とかも分かってるし、大体分かってるわけじゃん。地表にどれだけ人間がいてっていう。で、宇宙もあるって確認ができてるわけじゃん。その確認の前の議論なのか、後の議論なのかっていうので、意見は大きく変わると思うの。だから、地球を外から観測できなかった時は、地動説、天動説、どっちなんだろうとか、海の先には崖があるって思ってたわけじゃん。そう。だから、状況によって導かれる答えって変わると思うんだよね。
真面目に考えて前者に傾いてきたってどういうこと？真面目に考えて。要はね、人間って面白いもので、証拠がないものは嘘だって考えるって話よくするじゃん、テーツ。要は、俺が体験してない、見てないから嘘だって決めちゃうのが人間の脳みそ。そう。要は、宇宙人まだ見たことないし、証拠が出てないから嘘だって言ってるだけなのよ。宇宙人いるのバカなんじゃないのって言ってる人。ただ、そうじゃなくて、フィルターとか価値観外してごらんよって。だから俺は後者だって言ってた方が真面目に思考をしてたんだよ。いや、常識とかがフィルターをかけちゃってんの。洗脳されてんだよ。俺はホーキング博士の言った200万個体いるって言ってんの。ホーキング博士って現代で今一番頭のいい人って言われてるじゃん。ホーキング博士は今現在200万個体いるって言われてる。あ、いるであろうっていう推測をしてんの。知的生命体。地動説が生まれた瞬間とか立ち会いたかった。おう、うぬのちゃんまん、こんばんは。もうね、天動説とか、天変地異だったわけだもんね。知的生命体は存在するとして、ホーキングが言ったのは、知的生命体が生まれるまですごく時間がかかると。星が成熟して、星の末期、宇宙時間で言うと星が、末期に瞬間的に誕生するんだって、宇宙時間で考えると。だから200万個体はいるんだけれども、星の最後の爆発までの、星の終わりまでの後半に突然現れる知的生命体だから、俺らからすると運万年とかすごく膨大に感じるかもしれないけど、星からすると一瞬だと。で、その程度の文明レベルしか作れないと、惑星間の移動が難しいんだって、交流が。だから人間ぐらいの知的レベルを持ってるのは200万個体いるんだけど、距離が離れすぎてるって。それくらい宇宙が膨大なんだっていう。そう、距離の問題を解消できてない。だから過去地球に宇宙人が降り立ってであろうとかはあり得る。ただそれでもすごい確率だって。要は、その宇宙時間の中で膨大すぎる距離で交信するのが難しいだけなんだっていうふうにホーキングは説明してる。でもおそらくいるだろうっていう、その水がある、その太陽があるとか、そういう条件を照らし合わせたら、で、何年経ってる？そう、星が生まれてから。だから、そう、知的生命体ができる確率ってよく言われてるのが、時計をバラッバラにするの。で、プールの中に時計を入れるの。で、その揺らし続けて勝手に時計が組み上がる確率が知的生命体ができる確率って言われてるんだけど、普通の一般人がこれを聞いた時に無理だって考えちゃうの。多分今このリスナーさんが聞いて、知的生命体できる確率、プールの中に時計の機械バラバラに入れて揺らし続けると、で勝手に組み上がると時計が完成するの、無理ってことだねって解釈すると思うけど、科学者はどう考えるかっていうと、宇宙ぐらい広大な星の数があって、これだけ時間が形成して揺らし続けたわけじゃんって、組み上がるよねっていう、200万個体はっていう こんだけ時間があって揺らし続けるんでしょうって、200万個体は組み上がるよねっていう話。そう。だから、その俺らの100年生きるっていう尺度でも絶対考えちゃうの。自分の中の尺度を一回取っ払った方がいいと思う。物差しってよく言うんだけど、物差しはでかい方がいいっていう。
そう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 。宇宙の広大さを冗談みたいな尺度で考えて、宇宙の広大さを冗談みたいな尺度で考えてっていうのがまずわかんねえな。それでもちょっと足りないなって思うようになっちゃったんだ。宇宙の広大さを冗談みたいな尺度で考えて、それでもちょっと足りない。なるほど。なるほど、なるほど。これだけど、宇宙人は人間みたいな形じゃないと思うよ。なんだろう。もう考えもしないような形だと思う。本当に人生なめてるな、それでいいのか。お、僕に人生教えてくれるんですか。ぜひ。どんな人生が正しい人生なのか教えてください。生命って積極的にできる方向に進むのかな？それとも全くの偶然？どうなんだろうね。生命がなぜ生まれたのかっていうのは分かんないよな。なんかもうただ偶然生まれちゃっただけなんだと思うんだけど、あんま意思とかは関係なくて、偶然生まれちゃっただけなんだと思う。たまたま。結構きつい。きついかな。なんかだからこそ俺はなんか人生に意味なんかないと思ってて、で生まれた瞬間に俺は芸術として完成したものが生命だと思ってるの。自分とか鉄とか、もう生まれた瞬間にゴール、超パーフェクト100点、大正解、ピッタシカンカン、芸術で、あとは余生。生まれた瞬間、うんきゃーって生まれた瞬間から余生。好きなことやってくださいだと思ってる、正解は。ただ人によって正解は違うと思ってる。
それはもう生まれた瞬間に全人類アートだと思ってるから、完成形。あとは暇つぶしで、できるだけ暇は楽しく潰そうっていう。 ねえ、だから盲腸いらないもんだって言ってたら、あれ免疫系にすごい作用してたんだよね。実は盲腸を取ると免疫系が弱くなるんだよね。なんかの無駄ってなかったんやーっつって。そう、盲腸っていらないっていうのを学説が覆ったんだよ最近。盲腸を取っちゃうと免疫が弱くなるの。何のウイルスだったか忘れちゃったんだけど、データが出ちゃった。だから今はね、盲腸を取らないで薬で散らす方向の医療が進んでる。取っちゃった。ああ、盲腸返せってやつ。 結構その盛り上がったんだよ、スレッドが。盲腸返せ、盲腸返せっつって。 そう、なんか風邪になりやすいとかね、なんかあったはず。取っちゃった。 小腸が免疫が重要なの分かってたくせにね。分かってなかったから取ってたんでしょ。 まあだから 失敗の中で次の世代が得をするんだよ。俺らもだからそういう恩恵にずっと預かってるわけだから、人類は犠牲の上に成り立ってるから。そうだから、もちろん取った盲腸は次の人類にすごく貢献してる。盲腸さん、さようなら。行っちゃったっつって。どん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 よく分かんないものができてる。絶対欲しくないよね、現時点で。絶対欲しくないよね。 俺絶対これ欲しくないもん。これが銀の塊で売られてたら俺爆笑するもん、これ。 マジかっつって。写真撮ってツイートだよね、とりあえずね。シルバーショップでこれの銀の塊やったらもう嘘でしょって言うでしょ。嘘っていうもん。今7時間、6時間か、6時間頑張ってこれだからね。すごいよ、本当に。6時間削り続け、喋り続け、たどり着いてる現時点はいらないものだね。鳥は掘れないかな。もしかしたらシルバーブランドは夢で終わっちゃうのかな、このままだと。 無理だったんで、琵琶湖みたいな。 ね、作ってて分かったのが、思ってたよりその繊細というか細かい、そのこういうシルバーとかって。すっごい細かくできてるね。すげえな。すごい。いや、だから俺はそういう人間だから。楽して最高のものを作りたいタイプだから。今現時点ではちょっと絶望的な状況。 とても絶望的な状況であるけど、それでもまだこう俺はこいつと戦おうと思ってる。
声を聞くとか言ってたけど、だんだん戦いに変わってきたから。絶望感が シルバーアクセサリー作ってる人すげえっていう 俺多分ね、シルバーアクセサリーの店員に対するリスペクトが半端じゃないと思う、この先の人生。なんか握手してくださいみたいな、なんかこうすげえすげえもうリスペクトがあると思う。バックにいるからね、そうだね。諦めないでっつって。だって6時間かけてこれだよ。もうなんか亀の、亀だ。亀だ。亀みたいになってんだよ。祈祷。とても卑猥なものができてるんだよ。やばくない？これ。負け戦、いや、だから蓋開けてみないとね。蓋開けてみないとわかんないから、まだ。ちょっと聞いてみるね。聞いてみよう。OK。2%だって言ってるね。まだ2%だよって言ってる。さっきと変わってないみたい。2.9%ぐらい。ワズさんごめん、やばいっつって。何がやばいの？どうしたの？逆にもうこれで、ちょっと、ね、持ってこうかな。ちょっとこれでお願いします。 これを、これが原型ですって言って、これを逆に渡してみたいよね。そう、30年プレイヤーの人に。で、超かっこよくするかもしんないよ。あ、すごいよ、ワド君、これ。すげえじゃん、つって。俺わかるよ、つって。ウィーン、つって。神がかってるものに仕上げてくれるかもしんない。他人任せみたいな。わかりますよ、これ。わかるよ、つって。いや、わかんない。やっぱプロは、プロがさじ投げたら終わりだね、これ。ミニディルドだよね、これ、完全に。現段階では。ひどいなぁ。悪ふざけが始まったよ。悪ふざけが始まったよ。アーティストってすげえな。鳥っぽく見えてきた。本当は羽のね、天使みたいなのね、作りたいけど、絶対無理。なんか、エンジェルの、こう、人型のさ、なんかこう、天使みたいな女の子作りたいなとかも思うんだけど、俺は、そんなのできない。これ作ってドルさんの首に引っ掛けたいな、これ。 これ流行るからっつって、モデルになってっつって、ドルさんの首にこうやって。 13万円で発売しよう。13万9400円。 いや、折れてないよ、折れてないよ、俺は。長い戦いだな。
いや、13万円でしょ、これ。ゴールドタイプは49万円だから、ゴールドタイプ好きな人には200円。のんちゃんにこれ200円であげようかな。これさ、のんちゃんにクリスマスに200円って言ったら怒られるかな。あげるって200円ちょうだいっつって別れようって言われるよ。さよならはどうさんっつって今までありがとうっつって、うん、ブーハいらっしゃい。やばい、絶望的な状況だ。頑張ろう。これポキって折れたらすげえへこむな。ポキって折れないでほしいな。かっこいいやつ買いたい。かっこいいやつめっちゃ売ってるじゃん。いやー、きついなー、これこんなに大変なんだな。そうだね、消しゴムレベルだよねこれ。小学生が授業が退屈でやる消しゴムアートに近いものがあるよね。今アドバイスもらった。今アドバイスもらった。すげえ。ナイフの。うわ、すげえ。マジか。すげえな。ナイフの刃の方で削るんじゃないよって今 LINE が来たの。めちゃめちゃ切れる。嘘でしょ。なんでそれ最初に教えないの。今銀細工の超銀師30年さんからアドバイスが来て、ナイフは背を使うんだよって。で、背でこうやってやってみたらすんげー取れる。嘘でしょ。ナイフの刃の方じゃなかったんだ。ほんとだ、すげー。すごくない？ナイフの刃の部分じゃなくて背の方を使うって考える？逆転の発想でしょ？すげえできる。嘘でしょ？なんでそれ最初に教えてくんないんだろう？いや、だからナイフのカッターナイフでいうところの刃の部分で切るじゃん。刃の部分で削ると思うじゃん。じゃなくて背の部分、要は角張ってるところで削るんだよって今 LINE でアドバイス来たんだけど、スルスルいくので、細かーくできんの、滑らかなっていうか。嘘でしょ。多分ね、これはね、手で触ってみないと分かんないと思う。俺も今ビビってるぐらいだから。
なるほど。歯の方使ったらガタガタになるよ、だって。完全に遊んでるでしょ、俺で。じゃあなんで6時間歯の方で泳がせたんだっていう。なんで俺を6時間泳がせたんだよっていう。すごい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 。背にした瞬間作業効率が全然違う。4倍違う。4倍っていうか、すごいな、これ。要はガタガタになるんだって、ローが。背の方だと、こう滑らかに削っていけるっていうか、細かくできるっていうか。なるほどな、匠の技だな、これ。ほんとだ、すげえ。嘘だろ。なるほどな、すごいね。なんかすごいね。でもこれを初めてやった人、いやー、すごいな、すげえわ。ああ、こうやってやるんだ。 6時間は助走だったんだ。 本当の戦い始まった、本当の戦い。ああ、なるほどねー。あほーん、すげえすげえ。これでも初めて考えたやつ、あれってなっただろうね。歯裏側使うの？みたいな。なるほど。あ、なるほどね。マルーンさんいらっしゃい。あ、ありがとう。いや、俺結構ね、ショック受けてるよ。いや、でも勉強になるね。あ、すごいすごい。滑らかだな、おい。綺麗な断面だな、おい。悔しいな。そうだね、指の準備体操終わったね。はあ、すげえな。酒場刀だよ。るろうに剣心的な発想だよ。人は切らない。人は切らないでござるよ、薫殿。もうるろう、もう2分の1流れてるよ。すげえすげえすげえ、ほんとだ。うわ、ほんとだ。マジか。わあ、すげえ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 。全然違う。指先の感覚を信じろとか、だいぶハッタリだよね。ハッタリにも程があるよね。でも、次の月刊銀細工の取材が来た時には、語れるからね、ドヤ顔でね。ナイフを背を使いますね、って。刃先で何かをしようってやつは大体ダメなやつですよって。物事の裏側にたどり着けるやつは本物です、みたいな。だから俺からするとだよ、マウスってこうやって使うんだよみたいな感じだよね。こっちの方がいいんだよみたいな。俺からするとだよ、こういうことだよみたいな。いや、すげえわ。またアドバイス来た。右手と左手の加える力は50%ぐらいでやると作品が壊れづらい。ほうほう。右手と左手の加える力50%。あ、そんなソフトタッチでいくんだ。もう本当になんか、セックスだね。セックスだよ、これ。あ、こんな感じ。あ、壊れねえわ、これ。あ、こんな繊細な感じなんだ。セックスだわ、これ。これね、本当にね、セックスだよ、これ。セックスの世界だわ、これ。本当に。
すげえな。あ、すげえな。指痛い。うん。あ、こ、ああ、ただ、その、要は削れる量は少ないから、本当に膨大な時間かける感じだわ。ルーター使わないとダメだわ。ルーター使わないと、これ本当に40年かかるわ。なんかね、その石に水水滴落とすぐらいの感覚になってきた。遠い。うん。そうだね。痛いよ、痛いよって感じだったんだろうね。ああ。なるほどな。あ、やべえ、もう気が遠くなる。これマジで気が遠くなるな。いや、道具に頼らないっつうかね、やっぱね、道具、うん、道具すべて道具、道具を扱えないやつダメ。花火ありがとう、ありがとうございます。花火ありがとう、ありがとうございます。ん？道具使いこなせないやつはね、職人になれない。道具オンリー。やっぱ素手で魚さばくとか無理だもんね。素手だけでお寿司握れって言われたら無理でしょ。名言、指やない、道具使いこなせないやつダメ。そうだね、賢くなったね。体験で物を語らないとね、やっぱりね。やっぱあとね、基本大事。我流はダメ。基本めっちゃ大事。あの、自分なりにやろうとするやつはダメ。先生の言うことちゃんと聞いた方がいいよ。あー、すげえな。基本大事。そう、素直な心大事。あともう一つね、あの、売ってるものすげえ。市販で売られてるもののクオリティは高え。出るもの最高。、うん、あ、そうだね、作るより買う方が楽とか。これマジで完成見えねえな。下手したら1年かかるぞ。いや、マジで完成見えねえな。いや、そう、今ね、俺ね、かっけーって言った、そう、あの作品見よう。全く同じね、
ま、俺こっちね、みんなこれ覚えといて。これは俺ね、俺のレベルで、プロ30年の人がやるとこうなる。どうやったのこれ。意味がわかんないんだけど、どうやったらこうなるの。すげえな、すげえな。これどうやったらこうやって作れるんですかって聞いたら、ドラゴンボール読んでたら大体できるよって言ってたよ。ドラゴンボールワド君読んでるでしょって、ワド君もできるよって言ってたけど、絶対絶対そういうことじゃないと思う。DB 読んでたらこうなるんだよって言ってて、嘘でしょ。ドラゴンボールのじゃないと思う俺。ドラゴンボールもあると思うけど、俺も読んでてこうなってないもんで、ね、すげえな。うん、面白い。了解でーす、了解でーす。今ね、とんでもないミッションを課せられたんだけど、将銀士さんから言われたのが、とりあえず明日か明後日持ってきてっていう。まさかのタイムリミット設けられたんだけど。嘘でしょ、寝れないでしょ俺。はず、明日か明後日にこれをある程度のクオリティで仕上げないといけなくなったんだよ。きつくね、絶望的でしょ。明日か明後日、マジか。マジか。そうでしょ。2ヶ月ぐらいいただけるのかと思ったけど、ド S でしょ。マジか、頑張ろう。明日は無理だな。だって俺寝て起きたらこれを持ってくんでしょ。明後日だな、とりあえず。本体よりカスの方が多いしね。こんなにある。うん、あ、こっちを持ってこうか。何言ってるんですかと。こっちですと、製品は。それすごくない？その発想なかったわ。これで、実は、こっちじゃなかったと。これをシルバーにしてくださいっていう、その、天才的な発想力で。嘘でしょって言って、そういう手もあるよね。これで何かを作る、あ、これで何かを作る方にシフトしようかな。あ、めっちゃ素敵なハート。うわー、クリスマスだわー、できましたーっつって。これでもめっちゃ可愛くない？これこれでバラとか作れるよ多分。でもえ、これでバラ作ろうかな。さすがに薄すぎるか。これでも花びらの弁になるぞ。え、これでなんか作れるんじゃないかな。接着がうまくできればなんかできそうな気がするな。いや、これなんか、ね、やめよう、逃げよう、現実から逃げるのやめよう。悪い癖出てる、現実逃避をしてる俺今。うん、現実逃避をしてる。タイムリミット明日だ、頑張ろう。鉛筆削りのカスみたいになってる。うん、
おお、ゆうすけいら、よ、ゆ、ゆうすけいらっしゃい。いやもうマジで電動リューター持ってるんだけど、音がうるさいから夜中使えないから、明日早起きして明日に持ち越すか。これ明日に持ち越す？どうしよう、もうちょい粘るか。みんな暇でしょ？もうちょいやるか、放送。あ、もう1時じゃん。配信見てたらかっこいいのに、作品見たら残念な気持ちになる。ごめん。頑張る。いや、じゃあ、ワドはそういうところあるから。あれって、大丈夫。ワドは、ほんと、後半戦が強いワドだから。中盤戦大体ぐちゃぐちゃなの。後半めっちゃもうほんとビューリフォー。大丈夫、まだ始まったばかりだから戦いは。そう、尻上がりのワド。 後半めちゃめちゃ粘り強い。マジでこれリューター買わないとダメだな。ナイフ1本では無理だわ。ナイフ1本じゃ無理だな。頭いて。いや、プロってすげえな、なんでも。すげえな。半端じゃねえ。のんちゃんに電話しよう。うん。寝てっかな。のんちゃん出ないか。エッチングソー。エッチングソーっていうのが必要なのか。なんか道具が多分ね、ナイフ1本の限界を感じるよ、本当に。なんかもっとね、コマ、なんかいっぱいあったもん。こういうのが、なんか30本ぐらいあったもん。多分ね、100円のカッターでどうにかしようとしてるのがおかしいんだよ、多分。でもなんか逆にかっこよく見えてきたな。なんか逆になんかかっこいいなこれ。うん。 デザインナイフでやるやついないんだ。 しぶきさんからするともう爆笑するレベルのことやってんだろうね、多分ね。 何やってんのお前みたいな。
はい、やならけよ、帰り。そうだね。数時間前のワトさん、洞窟のせいにしなかったのに。俺は日々成長する男だから、発言が変わったっていうのは俺が成長したと思ってください。爆発的に進化してる男なんで、今たったこの瞬間も、はい、主張が変わったっていうことは成長したってことです。うん、あ、無駄なんだやっぱり。だって俺も気づいたもんね、2時間かけてあの四角いの作った時に、多分機械でやったらウィーンウィーンって終わりの1分で終わる作業を俺2時間かけたかんで、そういうワードさんが好きです。ありがとうヤドラッキー。秒俺気づいたんだよ、痩せシコシコやってたんだけど、でなんか言い訳してたけど、なんかいやなんか機械とかじゃないでしょみたいな、一個一個に魂込めるんでしょとか言ってたけど、よく考えたらここまで削ってさ、この部分全部さ、ウィーンウィーンで終わらせるんだよ。明らかにそう削り出す必要がないんだよね。うん、そう2秒で終わるよ、うまい人だったら。1分で終わる作業を2時間かける男、ワド人は学ぶものだね。ローで作ったのをどうやって知れば、なんかなんだけど、ロスト、なんだっけ、ロスト何法だっけな、これが。その作り方がロストワックスっていう手法らしいんだけど、要は、この形を溶けてなくなるじゃん。穴ができるじゃん。それが型になって、そこに銀を流し込むみたいなことじゃん。だから これを溶かすんでしょ、多分。で、その型を作るんじゃん。そうすれば量産できるじゃん。だこういうワックス作ったらこういう穴ができるじゃん、ここに銀流し込む金流し込むみたいな、そういうことだと思うよ。だこいつはいなくなる運命なんだよ。そう、なんか切なくなるんだよ、こいつはいなくなるんだよ。あいつは海になりました。切ねえ。なんかこいつの全てのシルバーはこいつの犠牲の上にあるんだよ、うん、なんかすげえ悲しいよ。こいつに対する愛着が半端じゃないの。うん、うわこいついなくなるんだみたいな、こいつがいなきゃシルバーできねえしみたいな、だから、あ、分かった、じゃあ俺こいつが溶ける瞬間中島みゆき爆音で流すわ。あのこいつあのじゃあ行くよワドくんって、ワドくん作るよっつって、もう泣きながらもうやってくださいっつっていいのっつって、行くよって、もうこいついなくなるよって、やってくださいって、僕にはできませんっつって君が涙の時にはPV 作ってね、動画職人さんで、ね、これこういう状態、僕はポプラの餌になる。中島みゆき流そう、うん、全力で流そう、うん、あ、ごめんなさい、はい、っていうのも含めてアートだから、これも含めてこれだからね、いろんな俺らのこのこいつに対する思いが半端じゃない。半端じゃないこいつ、もうみんなもう本当ありがとうワド。あんなことあったよねワド、うん、あ、ワド中島みゆき、あ、もういろいろいろんな
ロハコさんとキスしたねとかね海入ったねとか、もう最高傑作でしょ。和道っていう生き様が全てここにこのデザインに俺の生き様が全て詰まってるから、集大成すごい、もう念がこもってる。いやーすごいな、シルバー舐めてたな、才能あると思ったんだけどな。月刊銀細工から宗教、宇宙人、そして消しカス、すごいよね。うん、和道の異常なゼミナールはやっぱ濃いよね、うん、ボリューミーだよね、ボリューミー、お腹いっぱいで胃もたれするわっていう、情報の胃もたれ、ロスト和道つってあ、風船ありがとう。才能はあるが知恵がない、うるせえわ遠回りしてここまで来たかんで、俺だからね、多分ね、そういうことなんだと思う。32年間生きてるけど、俺の人生多分6年ぐらいだなっていう感覚あるよ寝すぎた時間とか、パチンコ打ってる時間とか、なんかわかんないのギュッてやったら多分6年ぐらいだと思う、普通の人の。ちゃんとしてる人の6年ぐらいしか生きてないと思う。腹減ったな。盲腸必要と知り、ナイフも逆と知る、ブブカより濃い俺のことブブカだと思ってたのかよ。いやー細かいどころじゃないよ、本当に手元見せてあげたいぐらいだもん。これ全部俺が削ったんだよ。そして多分半分も工程終わってないよこれ、多分もっとなんかもうプルプルするような作業いっぱいあるよこっから。変わったところじゃなくて、もう全然違う全然違う変わったとかいうレベルじゃない、うん、アクセルとブレーキ踏み間違えてた状態なのに気づいたね。表情が全然違うの。ただね、カメラだとちょっと伝わらないんだよね、これ生で見ないと分かんないと思う。いや、罰ゲームにしか見えない。いや、分かってるよ。そんな自分が好きなんだよね、俺。うん、もう、俺は、やってるから分かってるよ。あの、ルーター使えっていう。ルーター使えば一発で、もう、この6時間は5分で終わること分かってるんだよ。だから、癖になってきたんだよね。もう、頭きたからこれ一本でやってやろうかな、みたいな。もうこれ一本で逆にどこまでできるか勝負みたいになってきたんだよ。もう絶対途中で投げ出すけど、本当に2ヶ月かかる。なんか宮本武蔵の気分だもん。
山にこもって仏像作ってるみたいな。ナイフ一本で作ってるからね、実際今ね、削り出しで。現代の商業作品に対するアンチテーゼとか言われるんだろうね、多分ね。100年後にはね。美術館、ルーブル。ルーブルでこれ見れるかもしれないよ。200年後。商業ビジネスに対するアンチテーゼなんだ。すごいね、お母さん。すごいのよって。本当にすごいのよって。彫刻刀とかあんの？買ったな、そういえば、彫刻刀。うん、あれ？彫刻刀買ったよな。あ、買ってないんだ。買ってない。転売っつうか、その転売先あるのかなっていう。よかった。受注生産、予約販売とかいいですかって言ってたリスナー断ってよかった。本当にお金を受け取んなくてよかったと思ってる。本当にあの時の判断は正しかった。うん。作業が進めば進むほど買うっていう声が減っていくってすごいよね。俺やっぱね、営業とか詐欺とか向いてるんだと思う。物を売るのは得意なんだけど、作るのはね、向いてないかもしんない。うん。改めて痛感した。うん。いや、もうバカ売れだよ。見込み客だけで20人ぐらいいたからね。作る前までは。昨日までは。作業を進めれば進めるほど客がいなくなっていくスタイルだからね。それいらないっていう。花火あげるから勘弁してみたいな状態だからね。うん、そうだね。なんかもうなんかあとなんか彼女ができるとか付加価値をつけていかないと、これはちょっと厳しいものが。彼女ができるとかね、宝くじが当たりそうとかね。うん、痩せたとか。何バリューなんか知らない。ああ、気が遠くなります。金賞受賞したんだろう。してないかもしれない。ケンちゃんかもしれない。その記憶は。おばあさんに、実家に行って母ちゃんに聞いてみようかな。俺金賞取ったよねっつって。知らない。え？取ってないわよ。撮ってないのつって嘘撮ったよつって撮ってないって、撮ってないんだ、パラレルワールドだつって、うん、パラレルだわ、
え、疲ればっか後になってくるね。機械使えバカが今じわるね。鮫島さんの名言機械使えバカ鮫島さん正しかったね。幻モンドセレクション。ロストワックスは怖いのが肩がよく見えてもシルバーにすると何これになる。も俺もそんな気がする。で逆にもうロストワックスの状態で何これだから、これが銀になって逆にすごいことになるかもしれないよね。え、シルバーだと良くないってなりそうじゃないね。この状態だとダメだけど銀だったらいいかもしれない銀でこれだったら、え、良くないみたいな。え、こ、ええー、みたいな。まあ、欲しいわみたいな。ならねえわ。今、作品名、作品名は何だろうね。うん、作品名なんだろうな。なんだろうな。西新宿の悲劇とかね。おたまじゃくし。まず作品になってないから、ね、まずまだ 2% だって言ってるからまだこのワックスが語りかけてくるから、バドまだ 2% っつってコブラっつって、ババアの心をあげる限り。あ、ねえねえ、カオスさ、英語でなんかかっこいいリズミカルな言葉で好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるってさ、なんかそのラップっぽくさ英語で言うとしたらなんかある？好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるみたいな。それカオスに聞こう聞こうと思ってたんだよね。なんかそのなんつうのニュアンスが分かんないから韻を踏んで、そう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 、なんかその外人が聞いてもしっくりくるような感じでそういうのあんのかなみたいな、英語で。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるって。韻を踏むっていうか、韻を踏むっていうか直訳でも全然いいんだけど、そのかっこいい言い回しっていうか Google 翻訳的じゃない感じでなんかないのかなみたいな。外人が聞いてもちゃんとこう意味合いがニュアンスが伝わる感じで。主語は自分でいいの？好きな人と好き、え、主語は自分でいい？え、主語は自分でいい、いいがよくわかんねえな。好きな人と好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる。
どういうことだろう。主語、なんかわかんねえわ。主語は自分でいいのかよくわかんねえわ。主語が自分でいい。自分以外のパターンあんのかな。主語。私はってこと。主語。主語ってなんだ。うん、自分でいいかな。ちょっと待って、俺の通訳先生に聞いてみる。Google じゃねえかよ。 なんか耳痛くなってきたな。なんで耳痛いんだろう。のんちゃんとホテルで赤マムシ。あ、人間？あ、オッケーオッケー。うん。通訳の先生いるんだ。なんか、これをドレさんに聞いたら、なんか、かっこ悪い言い回しになりそうだったから、カオスに聞こうと思ってたんだよ。ドレさんは、なんか、おっさんだから、感性があれだから。感性がアレな人だから、カオスに聞いた方が絶対かっこいいの出てきそうと思って。好きな人と好きなこ、えーとね、ちょっと待って、なんかこれの言い回しを英語でかっこよく言い回せるのかなとか思って。ありがとう。この言い回しがまさに日本的な言葉の使い方なんだろうね。めちゃくちゃなんだろうね、多分その文法的にアメリカ人とかからすると。 ちょっと待って、モチさんはずっとなんか壊れたの？モンキーとか、のんちゃんとホテルで赤マムシとか、まだその、この作品のタイトル一人で考えてる。とらわれたらダメ。前に進もう。まだ一人でやってるよ。楽しくなっちゃったんだろ。モンキー。何モンキー。息吸うわ。その場合主語は do じゃね。そして最後に wow do。 どういうことだろう。なんかそれ掘りたいなとか思ってんだよね。
掘る。あ、今通訳の先生、バンコクのチャイナタウンで遊んでる。え、それって誰だっけ、バンコクのチャイナタウン、リスナーじゃなかったっけ。あれ誰か いなかったっけ、バンコクのチャイナタウン、バンコクにいるリスナーいたんだよな。もしかしてそれに、ごめん、俺頭回ってねえから振りがわかんねえわ、モスさん。関くん、リア友、関くん知らないわ。リア友か。うん。カオスのリア友絶対かぶってない。バンコク経由でドバイに行く途中、すげえ生活だな。すげえ生活だな、いいな、かっこいいな。へえ。臨済区に掘る？あ、そう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 。いや、その言い回しが英語でかっこよかったらね。ダメだ、俺が脳みそ疲れてきてリスナーさんと普通のやり取りができなくなってきた。すげえ変態だね。8カ国語。ていうか俺がイメージしてんのはガッチャガチャに文字入れようとしてんの。その大まかに全部の工程が終わったらガッチャガチャに文字入れようとしてるから。でね、俺のちょっと理想のお客さんはやっぱシルバーアクセ、客層って大事じゃん、客層って。俺の理想の客層知りたい。どんな人に身につけてもらいたいか。作業いつ終わる、ん？作業もいつ終わるか分かんない。それまでに。あ、ゆっくりでいいよ、全然。客層ちょっと教えてあげる。ちょっと待ってね。ね、こんな人に、こんな人に買ってもらいたいなっていうのをちょっと今、ね、客層大体ね、あのこんな感じの人に、こういう人にあのつけてもらいたいなと思ってますね。客層はいいでしょう。うん、男の人だったらこういう、ちょっとジャンルが分かんないんだけど、なんていう名前か、うん、ちょっと分かんないんだけど。で、女の子のバージョンだと、まあ女の子だとね、まあユニセックスを意識してるから、こういう女の子にね買ってもらいたいよね。女の子の場合はこういう女の子にちょっと身につけてもらえたら俺は幸せだなっていう、うん、そんな感じですかね。だからこうなんつうんだろうな、こう、わ、伝わらないかな。伝わらない、俺の言いたいこと。なんかこう、こういう世界観の持ってる人だよね。こういう世界観の人に。中二病だね。そうだね、中二病、うん、いや俺中学の時包帯巻いてたよ。包帯を巻いてたよ、ちゃんと、うん、なんで包帯巻くんだろうね。
do what do do whatever do whatever you want with you like as many place as you like at any time、わかんない。これがかっこいいのかかっこ悪いのかよくわかんない。うん、whatever you want。主語 you になってる。ダメだ、もうその会話についていけないわ。主語が you になってるの意味がわかんないもん。なんかモハメドアリっぽく。モハメド・アリが言いそうな言い回しでこれを言えないのかなみたいな、おい、はずきちゃんいらっしゃい。主語言うよりみーがいい。おお。ほほほ。モハメド、ああ、わかんないわかんない。もうこれでよくない？これを複製して売ろうよ。これ売れるっしょ。これでよくない？これを売って億万長者になる自信あるわ俺。これ売ろうよ。これ欲しいもん。これの版権買い取ろうぜ。すごくない？すごいでしょ。これそのなんつうの、俺の仕上げをやってくれる人、賞金師の30年の人で、このドラゴンとか寝てるドラゴンとかさ、ドクロとかさ、これやばいよな。これが俺一番すげえと思ったんだけど。そうそう、工場スタジオこんな感じ。明日ここに行って持ってくんだよ、この恥ずかしい作品を。悲しいよ。 I will do what to lose if you walk。 すげえ。で今俺のこれ今ね7時間が経過した段階で、葉月ちゃん欲しいでしょ。買う？買う？プラチナと金とシルバーに対応してるんだけど、7時間の超大作がこれなんだけど、ペンダントトップなんだけど。わあ、マムシじゃねえよ、お前。ふざけんな、お前。どこに目がついてんだよ。買う？よ、プラチナとシルバーと金、どれがいい？セレブが愛したシルバーアクセサリーブランド、まさかのクロムハーツ超え。シルバーにします。トナカイありがとう。星垣っぽい、ちょっと亀っぽいところあるよ。でもおー、ふわくじー、ありがとう。はずきちゃん、いつもありがとうね。
アルミでいいです。アルミとかじゃアルミでやるか。あと4時間、私4時間ぐらい見てるが、手を出せば出すほど。そうなんだよね。そう、不思議だね。手を加えれば加えるほど悪くなっていくってすごいよ。あれおかしいな。あれ？こんなはずじゃなかったんだけどな。武器にしたいっていいところに目をつけたね。そう、いいところに目をつけたね。うん、そう、武器にもなる。そう、そう、はもしかしたら葉月ちゃんこういう感じの女の子だった？あれはこういう感じ、もしかして葉月ちゃん、葉月ちゃん普段こんな感じ？普段こういう女の子がターゲット層なんだけど、もしかしてドンピシャ？いける？客層、お客さんはああいう、ああいう人に、なんでバレたんですか？そうそうそう、呪文を普段唱えてる系女子、うん、独り言が結構多い女の子に買っていただきたいね。客層を意識してるから、やっぱり俺は、うん、疲れた、もうダメだ。うん、顎砕かれたんだもんね、葉月ちゃんね。顎治った？そう、彼氏に顎砕かれた。え、その彼氏と今、付き合ってんの？まだ続いてんの？その顎砕いた彼氏と。すごいよね。なんか彼氏に顎砕かれました、つって。彼氏に顎砕かれ、顎治った？付き合ってんの？すごいね。うん、すごいな、うん、やっぱ和道リスナーってすごいよね、いろいろね、うん、和道リスナーってすごいよね、うん、いろんなのいるよね。いろんなのいる。すげえな。リスナーはサンタクロース、ありがとう。なあ、まあのんちゃんもね、拳砕けるまで殴り続けたからね、うん、すごいよね。ありがとうございます。いやー、濃いな。真ん中に穴開けてリングにしようかな、これ。リングにすればよかったかな。
むずい。むずい。奥が不景は。ダマスカスブレード。マガタマってかっこいいよね。あ、銀のマガタマ作ればよかったじゃん。マガタマよかったね。銀のマガタマ超かっこ。マガタマ作る？銀のマガタマかっこよくない？え？銀のマガタマって見たことない。ある？シルバーのマガタマ。え、マガタマかっこよくない？銀の、金のマガタマ。マガタマよ、いいんじゃない？それ。まだあるよ、ワックス。マガタマに、あ、かっこいいんじゃないのかな、マガタマ。俺、マガタマめちゃめちゃ好きなんだよね。中学生の頃、だから、俺の中学校の頃、ね？俺の中学校の頃は、なんつうんだろう。こんな感じで、銀のマガタマを首に下げてたよ。俺、中学の時、首にマガタマつけてたよ。こんな感じで。うん、この首にマガ緑のマガタマつけてたよ、うん、FAL というピエロとトランプをモチーフにした。へえ、かっこいいね。トランプいいよね。トランプとかピエロはかっこいいよね。ジョーカーと、うん、やべ、頭回んねえな。でも、のんちゃん、俺のこと大好きだから、のんちゃん絶賛しそうだよな。和道さん、すごいかっこいいって言って、喜んで受け取りそうだから怖いよね、あの子。のんちゃん、これかっこいいと思うって、本気で言いそうだからね。のんちゃん多分その辺の石ころ拾ってきてプレゼントって渡しても喜ぶ気がするもん。和道さん本当にいいの？のんちゃん嬉しいって本気で喜ぶかんね。いや、あ、いや、これマジだよ。だってのんちゃんに去年のクリスマスプレゼント3000円ぐらいのコート、3000円ぐらいのアマゾンで買ったコートをなの。それもまあひどい話なんだけど、3000円ぐらい、3、4000円ぐらいのなんか可愛いコートをアマゾンでポチったのあげたんだけど、ね、着てくれないの、未だに。なんでかっつったら、着たらダメになるからって。和道さんからもらったものは、着たらダメになるって言って、俺がプレゼントした今までのもの、一回も触れないの、のんちゃん。家に飾ってあるの。着たくないとかじゃなくて。違う違う。ゴミだからとかセンスがないとかじゃないの。嬉しすぎて使えないの、のんちゃんは。すごいでしょ？うん。狂気を感じるでしょ？すごいよね。うん、いや本当にそういうレベルだよ。だから未だに和道のネックレスとかつけてくんないんだよね。あとピアスとかもあげたけどつけてくんないし、壊れちゃう、ダメっつって。ペアマガタマ、マガタ重なるとあるよね、ペアリングとかね。
重ねるとカチャって丸くなるやつでしょ。で、ラブって出るんでしょ。なんなのあのシリーズ。あの指輪とかさ、ペンダントとかカチャってなるやつ。あれいる？俺、あれつけてるカップル見たことないんだけど。つけたことある？みんな。わかる？なんとか指輪とかもカチャってはまって一個になるやつあるじゃん。ペンダントもカチャって。わかる？いや、まがたま。あるよね。ともえ。そうだね。カチャって合わせると魔法陣が現れそう。そう。離れててもうんたらかんたら。ちょっと今日はもう限界だなこれ。心折れ。今日はもうダメだ。今日はダメだ。もう残り15分で終わりにしよう。限界突破した、はあ、何が召喚されるんだろうね。メロイメッサイム、メロイメッサイム、かっこいいってこんなに難しいんだな。かっこいいの難しさがよくわかった。かっこいいってすげシルバーブランドの立ち上げから廃業までの人生は短い。いや、まだ諦めてねえよ。まだ折れてねえぞ、心。食べようかな今日。あーていうかまたやっちゃった。開封枠まだやってね。もう賞味期限切れるぞ。開封枠やんないと。ちょっと一旦区切ってギフト開封枠やっていいですか。一旦これはもう終了して、もう次枠30分ギフト開封枠やってもいいですか。ギフト開封枠、多分腐っちゃう。あの、生物だって言ってたから、ちょっと今日これで終わりにしよう。開封枠して、うん。いただいたものだから、のんちゃんいる時にと思ったけど、なんだかんだ、時間過ぎちゃったな。開封枠やろう。開封枠で今日終わり。なんかスイーツっぽいんだよな、なんか。大丈夫かな？生クリームとか。てないかな。お疲れ様です、ゆうこさん。あ、ゆうこさん最後まで見てくれてたの。よし、明日本気出そう。いや大変だわこれ。和道一号、和道一号、どんな作品になるかな。いやでも楽しいね。よいしょ。はい、ということでですね、この状態ですね。ペンダントトップ、はい、今この状態です、はい、この棚に置いとこうね。
でもね、作品ってそういうもんだから、あの最初は分かんないの。序盤何これっていうところから、なるほどみたいなのあるじゃん。え、これ何っていうところからの、えみたいな。それに期待しよう、それに期待しよう。マジかよみたいな、計算づくじゃんみたいな。マジか。あとはね、職人さんにうまいことやってもらおう。うまいこと、うん、かっこよくしてくれるはず、多分。パントラの箱を開けられる鍵は存在しないとか、なんたらかんたら理由つけてそうだね。あとはうんちくとキャッチコピーに力入れよう。うん、キャッチコピーには俺全力出すから、うん、キャッチコピー。よし、開封枠の準備だ。ちょっと待ってね。よいしょ。大丈夫かな、賞味期限。え、16日、え、もう5日も経ってるじゃん。5日経ってんのか。やば。いや、まあ食うけど。よし、開封枠。よし、でやりますか、開封枠。じゃあ皆さん一旦お疲れ様です。おつです。お疲れです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。